あれ調べられない。電球儀だ。オブジェには外の獅子の飾りがついている。え、これも見覚えあんのかよ。ちょっとジャドの遺品いろんなところに置かれすぎじゃない？そしてジャドもこのオブジェ好きだな。ほんとどんだけ作ってんの。グッズ販売でもする気なのか。ジャドの別荘の廊下にあったものか。この天球儀を見ていた。はあ。ただ、そこまで重要な記憶というわけではないのか？科学技術への功績を称える内容が書かれている。これはレックス・アルフレッド本人のものかな？さすがに、ジャドの功績を自分の部屋には飾らんか。まあ、そんなこと言ったらな、ジャドの遺品というか、元の持ち物を飾っておくのも変な気がするけど。さあ、隠し扉の鍵はこの辺にあるかな？電話。接続してない。メモ帳か。これはよくある、上の紙に書いた筆圧で跡が残ってるペアってやつ？なかったわ。卓上時計。ペンが立てかけてある。何も反応しないってことは大したことないってことか。写真？家族写真見ないのか。これは？なんだろう。め、こ、め、え？め、め、メモリーズか。メモリーズ？ジャドの本か。ジャド・フィッツジェラルドの回顧録。何が書いてある？読みます？おお、ジャドさん、めっちゃ顔写真デカデカついてる。おお、ジャドだ。若くして記憶研究の第一人者としてその地位を獲得したジャド・フィッツジェラルド。彼が科学者としてまた経営者としての成功の過程でどう考え、どう判断し、どう行動してきたのか、それを記憶研究の現場においてどのような物語を紡いでいくかというのは、大きな関心である。ジャドという科学者の経歴と実績について単に述べるだけでなく、ジャドという人間が成し遂げようとした記憶の研究への挑戦について書き記された貴重な一冊である。写真は所長就任時のジャド本人。はぁ、あ。おお、パパ乗ってるじゃん。パパとママがいる。おお、しかも、レックスもいるじゃん。南部育ちの彼は20代前半で発表した論文で学会から注目される若き天才と呼ばれた。人間的な魅力にも溢れていた。ほう。MGA 研究所の所長に就任。あったね。なんか、あれ？要人からの支援が受けられなくなって解体されたっていうのはライアンから聞いた話だったっけ？その将来有望な若き研究員たちの科学的な才能を一目で見抜いてセレクトし、短期間で彼らの能力を彼ら自身だけではたどり着けない領域まで伸ばしてみせた。それはすごいな。みんな同じようにこう語る。いつの間にか自分までもが天才だと思い込んでしまう。それは確かにすごい人だな。一度でも相手のことを波長や感性が合わないと思うと一切興味を示さない冷淡さがあった。はあ。まあ、何かしら極端な人はその極端な判断をどこかで下せるからこそ人とは違うところが生まれるってこっちゃろうな。北里小夜子さんだったんだ。へえ。レックス・アルフレッド。へえ。小夜子、北里。わ、ライアンもいる。すべてに順調な結果を出し続けていたジャドにも挫折はあった。というか、研究員の写真多くね？こんな研究員の写真いっぱい出るもんなの？ 1993年の MGA 研究所所長の解任劇である。人のエピソード記憶の外部からの実現化を目指して、EC プロジェクトを進行していたが、その研究は困難を極め、プロジェクトの時間と予算は予定を大幅に上回りながらも長く成果が出せなかった。でもそんなな、研究ってすぐ出るもんじゃないからね、結果。
その結果、所長解任されることになる。で、それはどうしようもない、それは嫌だってことで、自分のお金でこれを建てたってことだね。ジェシーバレーをジュリエット・レイクに設立した。ジェシーバレーってなんだろう、ジャドのジェだったりすんのかな。 MJ 研究所時代にジャドがその手で育て上げた若き天才たち、サイコロビンズとライアングレイ。おお、もうこの頃には結婚してるんだ。ジャドが設立したジェシーバレーの外観、ああこんな風になってんだな。ええー、あの岬というか入ってきた建物の裏こんなになってんの、すごいな。よこんなん作れるな。うわあ、何これ、別の紙が貼られてる。すごい作詞っぽいな、ページが。なんだこれ、ん、なんだこれ。おお、別の紙が貼られている。本来の内容が見えないってことこれ。あー、そういうこと。とりあえずはまずカメラで撮るよ。パシャリー。で、これはよくあるトリック的なやつですよね。でもこれで見られるかな。これ逆の方がいいのか。出た。うわ、何これ。おお、面白い。おお、なるほどね。これはどっから見ればいいんですか。これこの矢印の変な動きは何なんだろう。とりあえずこれで数字がいっぱい出るよね。え？ X 空白。じゃあ空白の次から見るのがいいのかな。 A G X、 はい、 A G X、 A G X、 A G X。 この A G X はどういう意味だ。めっちゃぐるぐる回ってるけど、左になんか口が向いているのが A で、右が G で、向かい合わせが X ってこと？ああ、なんかそういうこと？相当の獅子となんか関係ありそうだな。よし。じゃあ、それはヒントとしてありがたく受け取っておこうか。ただ、それをどこで活かすかがまだわからんな。いやー、でもどうせ相当の獅子だと思うけど、他にはないか？あれ？この辺調べらんないの？てか A あるし。これは本物？レプリカはマイクの部屋にあったよね。なんもないな。この辺は？この辺も勲章系か。本もどうせなんか記録制御系の本がいっぱいあるでってしか言わんと思うから。お！なるほど、そういうことね。はい。あれ？リロー外向きって A だったっけ？ちょっと、あ、ま、え？回らない？ちょっと待って。くっそ硬いんですが。ちょっと待って。あれ？象は回る。ふっ、え、そっちじゃないです。ちょっと、あ。はい。あれ？右向いてるのは何だったっけ？硬いなぁ。ちょっと待ってね。どっちが、両方外向いてるのが A だっけ？両方左だっけ？ちゃんと覚えとけよ、その辺。あ、回った。わかったぞ。どうせこれで A を入れればいいんでしょ？そう、左右真ん中だったと思うから、まず A でしょう。まずとりあえず A だ。
おお、来た来た。で、両方右向いてるやつにして、G でしょ？カチャッとな。で、ほら、回る。OK。で、最後は両方内側を向けて、このライオンくんなんか、薄っぺらくてちょっと、不気味やな。で、なんで AGX なんだろう。よいしょ。これで開くでしょう。開いたー。あ、なんか出てきた。何よこれ。隠し扉を見つけたからこれで出られるの？なんでしょう。小さなケース？結婚指輪？ん？サヨコロビンズじゃないこれ。このマークということは、ペンダントの形だよな。 SR スーパーレア。ちげえ、サヨコロビンズか。え、これはレックス・アルフレッドパパのパパ気味ではないのですか。ですよね。お前こんなところで何をしていると言われること。どうしてここにいるの。呼ばれたから。ここで待って、ちょっと謎解きゲームしとけって言われたから。そう、パパが大変なんです。優しくて、お前、あいつは信用できると言われた、レックスさん助けてください。おぉ。レックスは何だってって言わないんだな。ま、さすがだな。その辺は、昔馴染みの友人に遠慮しているんだな。お株を取っちゃいけないと思っている。さすが優しい男だ。リチャードと一緒にここに来たのか？一緒ではないんですが、話はしました。大変なことになっている。パパは言った、ここで信用できる人はおじさんだけだって。そうだったっけ？あいつは信用できるとは言われたけど。だからおじさんに会えって。どうしたんだ？落ち着いて話してくれ。一体何があったんだ？マイクとジーナがソフィアに襲われて、パパも誰かに襲われたみたい。ソフィアに襲われただって？ああ、そうか、愛人だもんな。ちょっとあれか、愛人というか、愛人言うとあれだけど、婚約者か。プロポーズをした相手がそういう風に言われるのはちょっと、あんまり気分良くないでしょうが。アシュレイ、悪い冗談はやめなさい。大人をからかうもんじゃないって言うと思いましたよ。おじさん違うよ。これが冗談だったらいいけど、おじさん違うんだよ。何があったんだ？だからさっき言った通りなんですよ。それを信用してもらえないと話が進まない。ライアンに会わなかった？ライアンがどうかした？ライアンはおじさんに証拠のメールを見せたの？ライアンとはさっきまで一緒だったが、証拠のメールって何のこと？まあ見せてないですよね。ジーナがソフィアのパソコンから見つけた証拠のメールよ。てかこれだけ言ってるとアシュレイがただの嘘つきみたいになっちゃう。それがソフィアだと分かって、ああ出た！お前がパパのなんだってを取るなんて、あ、でも、は、あれか、クエスチョンマークがついてないからまだ本家本元のなんだってには及ばないな。そう、ソフィアだったんだよ。で、情報が流していて、彼女がそんなことをするはずがないだろう。ソフィアは信頼できる優秀なスタッフだ。何かの誤解だ。ソフィアに話を聞けばすぐに誤解は解ける。ソフィアさんは別に、私情報流しましたなんて言うわけないでしょ。え？ソフィアはさっきここを出て行ったから。ここを出て行った？ああ、いました。で、研究所を静かに去りたいと言ってましたね。私がこの研究所に入った目的は EC プロジェクトのデータだったって。なんだと？おお、でもなんか、そのワードを出すことによって何か引っかかりが覚えるところがあるのかな？だんだんもしかするとっていう気持ちになってきたのかな？オリジナルアナザーのことも聞いた。液体メモリーのことも。液体メモリー？ジャドとママが開発した液体メモリーについての情報。ソフィア最後にこの部屋で液体メモリーの原型を探していた。あ、隠し扉が開いてる。そんなお茶目に言われてもな。ソフィアが開けたのか。そうです、ソフィアが開けました。あいつ悪いやつなんです。はい、ごめんなさい、嘘です。
私が開けたんです。ジャの本見て、ああこういうこっちゃなってもうすぐに分かっちゃったから。でもな、あの暗号、なんだろう、アシュレイの持ってるカメラの機能がないと絶対解けねえよな。なんだと？じゃあ君はあの隠し扉の中を見たのか？隠し扉の謎を解いて。ええ、あまり大したことのない謎でしたよ。あの扉の中に入っていたのは液体メモリーのケース。 SR って私のママのことだよね。13年前にママがここに来た時、おじさんが時計台の前でママに渡したあのペンダント。お、それを覚えているなんてっていう風に思ったのか。13年前のあの日のことを思い出した。ママの車の中から見た。ママにペンダントを渡しているのを。さよこと約束したメモリー？なんか、ちょっと、歌のタイトルっぽくね？さよこと約束したメモリー。聞いてください。レックス・アルフレッドで、さよこと約束したメモリー。バラードっぽいな。私が13年前にさよこに渡したあの液体メモリーは？私はさよこだけが知っていた秘密のメモリーだった。なんだろう？何が入ってんの？いつか話さなくてはいけないと思っていた。これから私が君に話すことはリチャードも知らない話。パパも知らないママの秘密？アシュレイには知る権利があるでしょう。なんたってアシュレイが最後に渡されたメモリーだもんな。おお、ここは気になるところだ。13年前のあの日、サヨコは君を連れてこの JC バレーにやってきた。サヨコをここに呼んだのはジャド・フィッツジェラルドだ。何のために呼んだ？最後の選択の答えを出させるために。どういうこと？やっぱり緊急に戻ってきてはくれないかってことかな。最後の選択とは。え、何それ？自分の記憶を消すのか？どういうこと？急に怖い話になってきたな。サヨコはジャドが唯一自分の後継者と認めた天才的な科学者だった。EC プロジェクトのメンバーに選ばれたサヨコはジャドの指導と協力を得て、画期的な研究の成果を次々とアリエジャドの強い信頼を勝ち取っていった。サヨコの将来に自分の野望を重ね合わせるようになった。サヨコはリチャードと出会い結婚して、そして君を産んで、科学者の道を閉ざしてジャドの元を離れようとした。はぁ、ということは、なんとなく見えてきたような気がするぞ。13年前のあの日、ジャドはサヨコを自分の別荘に呼び、最後の答えを迫った。君のその優秀な頭脳を君の家族のためにこのまま埋もれさせることなど許さない。ダメなの？その優秀な頭脳で優秀な母親になってくれれば別にそれでよかったんじゃないのか。私の元へ戻れ、私と共に歴史に残る研究の成果をあげるんだと。野心家やな。ジャドの誘いを断り、代わりにジャドが出した条件を受け入れた。それが記憶を消すこと。消すことというよりは、研究から離れるんだったらその研究で得た成果を君が持っている必要はないだろってことで、液体メモリーの中に閉じ込めたってことかな。そうだ、ジャドは自分の元を離れるなら科学者としてサヨコを抹殺したかった。ジャドはサヨコに EC プロジェクトに関わった期間の記憶を消去しろと命じた。そんなパソコンじゃないんだから簡単に言ってくれるなよって話だけど。もしその状況を受け入れなければ自分の家族の命が守れなくなると。危なすぎじゃないか、この研究所。サヨコは JC バレーにやってきたのは自分の記憶を消すためだ。記憶を消す。サ
サヨコの記憶の消去はジャドが開発したオリジナルアナザーと呼ばれる記憶制御装置で行われた。あー、そういうこと。今思い出したぞ、オープニングで。確かサヨコさん、でっかい装置の中に入ってたよな。それでやってたのかな？オリジナルアナザーの制御を担当したのは私だった。はぁ、あ。私はサヨコの1988年から1993年の6年間の記録を抽出し消去。あの時オリジナルアナザーから出てきたサヨコはしばらくぼんやりとしたと？黒い瞳から涙を一筋流して私にこう言った。私は大切なものをなくしてしまった、と。大切なもの？その間っていうのはアシュレイが生まれてその3歳になるまでの記録ってことじゃないの？記録の研究ではなかった。母親の涙だった。家族と生きるためには自分の記憶を消すことさえ拒まなかったが、そのために君が生まれた日の記録をなくしてしまったことを深く後悔していた。ああ、そうだよな。レックスさん、抽出したんだったらその辺消さないであげてよ。本当にちゃんと抽出しろよ。私はそのサヨコの涙を見て自分一人の判断であることを実行した。自死バレを去るサヨコに5時に時計台の前で待つように言った。そしてサヨコにペンダントにした液体メモリーを渡した。あのペンダントの中に入っていたのはサヨコの記憶データの一部。ママの記憶データの一部？私がサヨコに渡したデータには君が生まれた日の記録も入っていたんだ。はぁ、そういうことなのか。あのペンダントにはママの記録が入ってたのか。あのペンダントの中にはサヨコの記録の一部が入っていた。それはママにとってもパパにとってもアシュレイにとってもレックスにとっても大切なものだけれど、研究の中身を知りたがっている冷徹な科学者たちにとっても欲しい情報ってわけだな。サヨコは彼女の人生で一番大切にしていた記憶、アシュレイが生まれた時の記憶か。そんだったんだな。ママどんな気持ちやったんやろな。その記憶、その液体メモリの中に入っているってことは、ママは、アシュレイが、そのママが殺されるところを見た瞬間、自分が、その液体記憶のペンダントをアシュレイに預けた時には、そのアシュレイを産んだ時の記憶がなかったってことだよな。さあ、パパ襲われちゃったんだよな。え、リチャードが？制御室に閉じ込められているだと？はい。わあ、アナザー制御、その制御、え？アナザーの実験を再開します。誰や？ダイレクトコール？おお、レックスさん、大丈夫？出た瞬間電気ショックとか、訪れないよね？バチビリビリギャーン。大丈夫？出たー！諸悪の根源。うわぁ、ここに来て突然専用 BGM 流すとかも、悪役の鏡みたいなやつだな。オリジナルアナザーのプロジェクトを今から再開します。ライアン！ライアンオリジナル！アナザーのプロジェクト再開はまだ未定だ。ああ。おぉ、オリジナルアナザーのプロジェクト再開。ああ、そうか、所長のレックスがその権限を持ってたんだな。でもそれはまだ未定だったはず。実験の許可は出していないぞ。あなたの許可などもう必要ではありません。実験に必要な被験者とメモリーはすでに確保しています。被験者ってお前まさか後ろ手に縛られたパパのことを言っているのか？おや、アシュレイそこにいたのですか？ほんとすっとぼきやがってな、こいつ。あなたがソフィアの協力者だったって。なんだって？おお、レックスも思わず言ってしまう。なんだって？あなたは人が良すぎる。そうですね。相当人が良かっただろうな。そうだよな。だから科学者として最低なんです。なんだと？お前人として最低だったら科学者としてマシとかそういう話じゃないだろ。パパは無事なの？まあ、被験者って言ってるぐらいだから無事だろうけど。
ロビンズ博士はここにいます。お前どうせパパに向かってそのサヨコの記憶を無理やり植え付けようとか思ってんだろう。実験はロビンズ博士に協力してもらうことにしました。やめろライアン。実験の準備は整いました。僕の予定通り今から実験を開始します。とんだマッドサイエンティストだぜお前。わあ、一方的になぜ連絡してきたんだこいつ。あなたの許可などもう必要ありませんとか言いながらなんで連絡してきたのあいつ。ちょっとやっぱりなんか見てもらいたい欲求はまだ残ってんだろうな。リチャードを被験者にするつもりだでしょうね。マッドサイエンティストは奇抜なアイデアを大体自分の体では試さないという特性を持っているからな。アナザー実験室どこにあるんだろう。地下3階ぐらいかな。あ、やっぱりあるのか。地下2階までしか出てこないから絶対なんかあると思ってたよ。いやーライアン、マッドサイエンティストだったか。許されないやつだぜ。さあ、ということでここからはレックス・アルフレッドと行動を共にしながらアナザー制御装置がある地下3階の制御室まで向かうわけですが、ここで一旦区切りたいと思います。そうか、なんかなんだろうな、すべての辻褄があってあの液体記録がマモのものだったっていうのを分かった瞬間なんかすごいゾワッときたな。ガテンが言った時の切なさが尋常じゃなく強かったな。ということで、もう終盤になってきましたね。そろそろ。ねえ、終盤になることでしょう。ということで、一旦区切ります。ありがとうございました。